いらっしゃいませ。喫茶竹林へようこそ。ものすごい勢いで雪が降っております。たまにこう2月ってありますよね。雪すごい降る日。僕が今住んでる場所はすごい坂が多いので、雪が降るともうダメなんですよ。出れない、出たくない、怖いから。なんですが、ここに引っ越してきたばっかりの時に、まあ雪国出身なので大丈夫だろうと、これくらいの雪だったらと思って自転車に乗ったところ、思いっきり転んで坂の下までズダーって落ちてったってことがあったので、良くないなと、危ないなと思ってですね、最近はもう雪降ったら出ません。はい、そんな2月ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日紹介するのはこちらです。よいしょ。さよならクレール、中村佳穂。中村佳穂というミュージシャン、皆さんご存知ですかね。結構有名なのかなと勝手に思ってたんですが、そうでもないのかな、どうなんでしょう。1992年生まれの、京都で生まれたミュージシャン、ピアノを弾きながら歌う、シンガーソングライターの方です。で、一番有名なのは、昨年夏に公開された細田守監督の竜とそばかすの姫の主人公ベル、鈴とベルだっけの、ボイスアクター、声優さん と劇中歌のボーカリストとしてものすごい人気を博しましたね。だって紅白出ちゃうんだもん。びっくりですよ。中村佳穂が紅白急にみたいな感じで、すごいびっくりしました。多分一番皆さん知ってるのはそれだと思います。ミレニアムパレードがやっていた You という曲のボーカリストです。映画もね、細田監督良かったですね。面白かった。そんな中村佳穂さんなんですけど、一番最初に僕が中村さんの音楽に触れたのは何年前だろう、 I know っていうファーストアルバムがあるんですが、それが出る1年前くらいに YouTube でたまたま見かけた、京都精華大学の学校の中なのかな、あれなんか部屋にポンとピアノが置いてあって、そこで弾き語りをしている映像なんですが、驚いたんですよね。その口移しのロマンスという曲だったんですけど、なんかどこかこう人間離れした音楽だなぁと思ったんですよ。で、今でもそれはそう思っていて、なんかこう危うさがある人ですね。こうすごいおかしな話をするんですけど、こう世の中、人間がアクセスできる情報がこうね、人間界、視覚聴覚でアクセスできる、意識としてもアクセスできる世界がこうあるんですけど、ありますよね。はい。そのなんだろう、外側なのか内側なのかわからないんですが、音楽が住む層っていうようなものがあったとします。すごいおかしなことを言ってるなと思うんです。あったとします、音楽が住む層が。で、この中村佳穂さんっていうのは、その音楽が住む層、音の住むレイヤーにアクセスできる才能を持っていて、そこからこう何かをつかみ取って体の中に入れて発しているような、なんかこう音の根源を知っていて、なんて言ったらいいんでしょう、こう
僕たちの知らないもの音というものを取り込んでいた子、いた子ですよね、いた子のような、うん、演奏というか音の発し方をする人なので、ちょっとね本人聞いたら怒るかもしれないですよ、本当にね。人間じゃないんじゃないかっていう、人ではないんではないかと思うくらいの感じがあるんですよね。平たい言葉で言うとこれは天才なんでしょうけど、その才能だけでもね、そこのレイヤーにアクセスできないと思うんですよ。いろいろな試行錯誤、あとはたくさんの音楽を全て自分の体に取り込んで、もうそれが溢れそうになって溢れそうになって、やっとアクセスできる場所というか、すごいですよすごいミュージシャンです、はい。中村佳穂さんのニューアルバムが3月に発売されます。 NIA、セカンドアルバムですね、ファーストが出てから3年くらい経ってますか、4年くらい経ってますか。もうね、素晴らしいファーストアルバム、これあの Apple Music とかでも配信されてますので、ぜひぜひ聴いてみてください。で、この NIA、ニューアルバムからの先行シングルとして、先行シングルって言わないね、最近言うのかな、先行シングル、先行配信として出ているのがさよならクレールです。でそれが YouTube で配信されています。またね、いい曲なんですよ、これが。なんか新しい、中村佳穂さんとしては、なんだろう、聞き触りとしては新しいんですけど、すごくいつもこう、なんだろう、穏やかな曲であったり、すげえ速い曲だったりっていうのを、こう、交互にやってるので、スタイルとして、中村佳穂さんの楽曲のスタイルとしては、目新しいかって言われるとそうではないんですけど、あの一般的な感性で言うとものすごい新しい楽曲だなと思います。音の響きとしては、ドラムンベースのようなちょっとビートの速い BPM がね、確かねテンポが168とか170とか、もうちょっとあれなテンポですよあのバカじゃないのっていうテンポなんですけど、それがねものすごい綺麗に収まってるし、このたった4分の曲なんですけど、この中にこれだけドラマチックなものが入れ込めるのかというくらい入ってます。で楽曲のそのプロデュースじゃないですね、作詞作曲中村佳穂で、作曲編曲で、西田修大、荒木正弘という、中村佳穂バンドの皆さんが入ってるんですが、の荒木正弘さんがシンセとプログラミングをやってるんですけど、これが非常に美しい、どうしてこうなるんだろうっていう、どうやってこのバランスを取るんだろうというような、こうめくるめく世界が展開されますので、ぜひぜひ楽しんで聴いてみてください。もっとね中村さん、中村佳穂さんの話をしたいんですが、この続きは今日の夜23時から喫茶竹林増刊号の方でやろうと思いますので、はい。なんかね、先週はね、でもね、ちょっと自慢するんですけど、先週 DJ 良かった気がするんだよな。強引に愛は勝つまでかけたんですよ。愛は勝つをかけたかったんですよ。はい、好きなんで。そのうち、あれです、喫茶竹林で缶の特集もやりますけど、はい、みんな知らない、あんまりね、知らないんですよ、缶のことを。愛は勝つの人だと。そこで終わってる、一発屋だみたいなことを言う人もいるんですけどね、そんなことない、いい曲いっぱい出してる人なんで、近いうちね缶の特集もしようと思うんですが、今日の喫茶竹林増刊号は
中村佳穂さんを特集して、またそこから DJ をしようと思ってますので、ぜひぜひいらっしゃってください。ドッツマンの、Twitch のチャンネルでお待ちしております。リンクもここねここって言っても多分 YouTube にテロップで出してもめんどくさいと思うんで、ここにリンクありますんで、そこで23時お待ちしております。ということで、中村佳穂さよならクレールを聞いてください。ドッツマンとはまた数時間後お会いしましょう。それではバイバーイ。